します。よろしくお願いします。それでは、早速、もう佐藤さんの方に行きたいと思います。僕が企画しましたゲームはこちら、連結矢印というゲームです。すぐ、ゲーム概要に入ります。連結矢印のルールはとてもシンプルです。この画面に敷き詰められた白と黒の、矢印をこの赤い丸の、白いエリアから外に出す。そうすると、まあ、出た数に応じてポイントがプレイヤーに入るというとてもシンプルなゲームです。で、矢印を出すイコールポイントゲットなんですが、まず矢印を白いエリアの方向に向けると吸い込まれます。それでポイントがゲットになります。ではどうやって出すかというと、今の映像では、右に回転していたのですが、それは簡単なんです。クリック右クリックして、クリックして左クリックをして右にスライドをドラッグするだけで矢印が変わります。で、例えば今のは右に向けたようです。右に向けたい場合はクリックしてドラッグします。で、下に向けたい場合も同様にクリックしてドラッグします。で、しかし、先ほどありました白い矢印、これは方向転換できません。で、まあ、吸い込みのレーサーというものがこのゲームにありまして、隣の先ほどと同じように白い矢印があるんですが、白い矢印、黒い丸の白い矢印があるんですが、これを、右に向けます。そうすると同じその矢印を向いている矢印も、同時に続けて吸い込まれます。で、これを、吸い込みの連鎖というふうに呼びます。こうすると、1個だけだとポイントが普通なのに対して、続けて吸い込まれた場合は、さらにボーナスポイントを手に入れることができます。で、とりあえずプロトタイプ版を見ていただきます。今この状態は、先ほどと同じ状態です。で、ご覧のようにここに今1列並んでいるんです。で、この一番端っこの矢印を右に動かします。そうするとこのようにスルスルッと入っていくわけです。もう一回これを右にスライドするだけでスルスルッと、これがこのゲームの右へ行きそうなんです。で、先ほどのプロトタイプ版ではなかったんですが、隙間ができた場合、上から落ちてくるというシステムで、この白い矢印なんですが、動かせないからどうやって出せばいいかと思うかというところですね。そういう場合は、この黒矢印の、白い円の黒矢印、動かせないオブジェクトは、吸い込みのレンサーを使うことによって外に出すことができます。で、このままでは簡単なと思う方もいます、いると思います。落ちてくるときに、だんだんこう続けて落ちていくと、難易度が上がっていくというルールを入れようと思いまして、白い矢印、動かせない矢印が、どん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 落ちてくる。そうするとプレイヤーは、行動が限られるので、そこでこうだんだんゲーム性が増していくのではないかと思い、その白い矢印の追加というものを企画に入れようと思いました。で、このゲーム時間制を設けていまして、このタイマー時間メーターが、0になったら、これはゲームオーバーになります。で、プレイヤーは、この矢印を、外に出す、で、ポイントをゲットする、矢印が落ちてくるを今の時間以内に、行うというゲームになります。で、コンセプトなんですが、カップ麺のようにスルスルと小腹を満たす感覚で遊べるゲーム、つまり、大きい規模でのゲームではなくて、しかし小さい規模のゲームでもない、ちょうどいい小腹を満たす程度の、皆さんカップラーメン食べたことあると思うんですが、お腹いっぱいにしようと思って食べるわけでもなく、何か食べたいなと思って、そんな感覚で遊んでほしいなと思い、このコンセプトにしました。で、ターゲット、今のと同じような感覚で、ドラクエでは長すぎる、ナンバーズは短すぎると思っている人、つまり、ドラクエというのは有名な RPG ゲーム、これはもうすごい規模が大きくて時間がかかるゲームです。で、一方、タチダナンバーズというのは1から25の数字をランダムに表示されているのをいかに早く打ち出しで消しているかというゲームです。これは5秒ぐらいで終わってしまいます。なので僕が考えたゲームは、ドラクエではなくタチダナンバーズほどあっさりしてはいない、この辺を狙っていこうかなと思いました。つまり、ドラクエでは長すぎる、タチダナンバーズは短すぎると思いました。で、セールスポイントなんですが、クリック&ドラッグだけなので、プレイヤーに余計なストレスは与えません。で、時間をかけて並べた円がスルスルッと吸い込まれていく、これの連鎖が面白いところになります。で、発展性としまして、タッチパネル搭載端末への移植を考えています。マウスからの間接的な動きから指っていう、直接的な動き、時間や